Ya.未踏の地、フェレス・ガラクセン。噂にたがわぬ場所だな。いつ来ても不思議な感じ。一体何があるのやら。これは調合に使えそう。何の材料になるか調べないと。中身は何だ。えっ、おお、すごい神秘的な材料だ。すごいことに使えそう。中身は何だ。中身は何だ。中身は何だ。ねえエヴァ、中身は何だ。次のカレーの具は何にしようか。そうだね、お魚カレーでも作ってみる。開けこま。開けごま。おい、油断するなよ。いつ魔物が出るかわからないんだからな。平気だよ。だってオーレルが倒してくれるでしょ。中身はなんだ。開けごま。開けごま。お、これは役に立ちそうだね。どんなものが作れるかな。ルルアちゃん、とっておきの手品があるよ。トーン。何気ないところにこそ可憐な花は咲いているものさ。ルルア、オーソライズキーをちょうだい。うん、はい。オペレート、アンロック、コード、スティア、フェルス・ガラクシア。これでようやく先に進める。ありがとね、ルルア。え、ううん、気にしないで。じゃあ行きましょう。制御室はこの先にあるから。うん。中身は何だ。オルル、リンゴ剥くから喧嘩して。そんな用途で剣を貸せるか。ここが制御室？そうよ、制御装置が置いてあるフェルス・ガラクセンの心臓部。心臓部？ネスティア、ここに来ればフェルス・ガラクセンのことが。ええ、手に取るようにわかるわ。もちろん各階層の損傷度も、つまりフェルス・ガラクセンが倒壊するかどうかもね。制御装置は生きているみたいね。
よかった。早速状態を確認してみましょう。どうオスティア、どんな感じなの？思ってたよりずっと悪いわね。私が管理を怠っていたせいなんだけど、特に基礎部分の損傷がひどい。確かにこの状態ならいつ倒壊してもおかしくないわ。それこそ今すぐにでも。あ、ならなんとかしなくちゃ。どうすればいいんだろう。錬金術で補強するとかできなくはないけど、材料集めと調合で相当時間を食っちゃいそう。いつ壊れるのかわからないっていうなら、他の方法を探した方がいいんじゃないかな。じゃあ逆に安全に壊しちゃうとか。背に腹は変えられないわけだし。それも難しいんじゃないかしら。まずこれだけ大きなものを壊す方法を見つけなきゃだし、それに安全にって言ってもどうやって？少なからず破片は飛び散っちゃうでしょ。じゃあどうすれば。このままじゃアーキリスが。大丈夫よルルア、一つだけ方法があるわ。あ、本当？本当なの？スティア、ガラクセには自己修復機能があってね、それを使えば倒壊を防ぐことができるはず。なんだ、大丈夫なんじゃない。心配して損しちゃったよ。じゃあそれを使えば。ガラクセンの倒壊は防げるな。スティアを引き換えに。だがまだ。スティアを引き換えにって、それどういうこと？自己修復機能は最終手段のようなものでな、使用には制御装置とオペレーターを接続する必要がある。ひとたび接続すれば最後、オペレーターは制御装置と一体化してしまう。あ、それってまさか。ああ、自己修復機能を使えばスティアとは二度と話すことができなくなる。そんなの。やっとの思いで開いたフェルスガラクセンの最後の扉。でも同時に分かった危機。フェルスガラクセンの崩壊は間近に迫ってる。それをどうにかする方法はあまりに残酷で、スティアと二度と話せなくなるなんて私には考えられなかった。けど時間がない以上、他に取れる方法もない。スティアを取るか、アーキュリスを取るか。私は運命の選択を迫られていた。これは真実の章。明かされた真実と向かい合う時。スティアと二度と話せなくなる。どうして言ってしまうの、マーナ。私一人がいなくなれば済むだけの話でしょ。余計なことを言ってルルアを混乱させて。おせっかいはやめてちょうだい。おせっかいなのは重々承知だが、スティア、気づいているか。そういう時点でお前の中には引っかかっているものがあるんだろ。
自分がいなくなったらルルアが傷つくと理解してるんだろ。そんなことないわ。私はオペレーター、自分の責務を果たすだけ。スティア。なるほど、装置の大筋はオルトガラクセンと同じだな。うん、確かに状況は最悪だ。最悪だが、少しだけなら猶予がありそうだ。猶予？ああ、いいカルル、その間に決めるんだ。スティアを取るか、アーキュリスを取るか、それとも第三の道を探すか。第三の道？ああ、そもそもそんな道があるかすらわからないがな。ここの様子は私が見ている。お前たちは一旦アトリエに帰るといい。ここじゃ落ち着いて話もできないだろ。ほら、いたいた。マーナちゃんの言う通り、一旦戻ろうね、グラーちゃん。頑張れ、みんな。
勝利だ。そい開けゴマ。崩壊を防げばいいんでしょ。大丈夫、絶対なんとかならないわ。そんな方法都合よく見つかるわけない。そもそも他の方法があるかどうかもわからないのよ。そんなことないよ。だって今までだってなんとかしてきたんだからね。だから諦めないで他の道を探そう。きっと今回もなんとか。そうだ、そろそろリザルがパーって光って。ううん、前にもあったでしょ、リドルが光らなかったこと。多分今回はそういうことなのよ。きっと他に方法はないの。ねえルルア、ルルアは私ととっても仲良くしてくれた。私をいろんな場所に連れて行ってくれた。私にいろんなことを教えてくれた。私ね、ルルアにはすごく感謝しているの。だからこそ守りたい。ルルアを、ルルアの大好きなアーキュリスを。お願いよルルア、私のわがまま聞いてくれないかしら。スティア、やだよ、そんなのやだ。二度とスティアとお話できなくなるなんて、そんなの。アーキュリスとスティア、どっちか選ぶだなんて、そんなの。でも選ばなきゃいけないの。これはもうルルアにしか選べないの。大丈夫、私は覚悟できてる。だからルルア、選んでちょうだい。向けないで。さーて、どこに行こうかな。ルルは決めてくれたかしら。決めたよ、スティア。私は、私は選べない。スティアとアーキリスのどっちかを取るなんて。だから探してみせる。どっちでもない第三の道を。本気で言ってるの？もう時間だってほとんどないのよ。それに第三の道があるかもわからない。それなのにあなたは。大丈夫だよ、きっとなんとかなる。ううん、
何とかしてみせるよ、絶対に。ルルは…そうとなったら、まずはフェルスガラクセンのこと調べてみなきゃ。リドルが光らないなら自分でまとめてみればいいだけ。ん？どうしたの？もしかしてリドルに文字が？うん、いつの間にか。何？どうか未来を変えてくれますように。どういうことだろうこれ。まあいいや、今は時間もないことだし。あ、スティア。ん？これからも一緒だからね。ルルは…バカ。大体分かったかな。やはり思ったよりガタが来ているな。残された時間は本当にあと少しか。ええ、だから言ってるでしょ、私を制御装置に。あ、おいおい、もうそれは一個なしだぜ。ルルアがそれはしないって決めたんだ。その選択スティアも尊重してやれよな。任せておいてよ、絶対にスティアを犠牲になんかさせないから。ただ方法がないのも確かなんだよね。補強するのも安全に壊すのも無理となると。じゃあ発想を逆転してみたらどうかな。発想を逆転っていうと？別の方法を探すのではなく、今ある方法の改善策を探すんだよ。そうか、もし自己修復機能を使ってもスティアが制御装置と一体化しない方法があれば。確かに、それができれば一番簡単だし早いよね。いや、そうは言うけど、そんなことできるわけ。いや、できなくはないぞ。もうマーナ、ちょうどいいところに。ダル、そろそろ考えがまとまった頃かと思ってな。それでマーナ、できなくはないってどういうこと？制御装置と一体化するということは、
記憶をリセットし装置の一部になるということなんだ。だいぶ無理やりだし強引ではあるが、オペレーターを装置から引き剥がすこと自体は可能。つまり記憶さえどうにかできればスティアを失わずに自己修復機能を使うことはできるぞ。いやちょっと待って、それ非推奨中の非推奨でしょ。そんなの制御装置が壊れちゃう可能性だって。今のフェルスガラクセンはもう壊れてるも同然だろ。それに今は時間稼ぎができればいいんだ。一度自己修復機能を使って遠ざの危機を回避すれば、あ、錬金術でどうにかする時間ができる。そういうことだ。うん、悪くない賭けだと思うぞ。スティア、どう？試してみてもいいかな？もちろんいいに決まってるでしょ。もう私は全部ルルアに託すことに決めたの。だから絶対に何とかしてよね、ルルア。じゃあ今やるべきなのは、スティアの記憶を守る道具を作ることか。錬金術には疎いが情報収集なら手伝うぞ。おう、俺もだぜ。昔のスティアを使っていろいろ聞き回ってやる。みんなさすがだね。じゃあ私は手品でみんなを癒して。アホフィクス、お前も情報収集してこい。じゃないと、冗談ですって。じゃあルルアちゃん、私も頑張るからね。よし、私も負けてられないよ。アーキュリスとスティアを守るためにスティアの記憶を守る道具考えてみせるぞ。何が出るかな。ここは自分で。ナノマスター、量販について一つご報告です。マスターからの仕事に余裕が出ましたので、ナノマスターの量販分を増やそうと思います。これからはより多くの道具をご登録いただけます。どうぞご活用ください。それでは。あ、新しい文章。よいしょっと。おはい、気をつけ。どう、ポジ。どう。
登録ナノマス。おは。あり。どれ。これで登録どれ。
先生、大変なの。どうした、レネ。アルフはどこにいる？守りながらだとちょっと厳しいかも。なんとかして二人を逃がして。フルア、エヴァ姉ちゃん、私のせいで。よし、ここは一か八か突撃して。あ、うん、私の大切な子供たちに傷一つつけさせるものか。すごい先生、めちゃくちゃ強い。あれが黒金のベノン。よしよし、もう大丈夫だ。泣かなくてもいいんだよ。先生、ごめん。俺。いや、アルフはレネンを逃がそうとしたんだろう。なら謝ることはないさ。よく頑張ったね、アルフ。来てくれなかったらどうなってたか。そうだね。まさか先生があんなに強いなんて。あの先生、どうして冒険者だってことを私たちに。その話はまた今度。みんな疲れただろう。今日はみんなで美味しいカレーを食べるとしようじゃないか。はい、カレー、やったぜ。へへ、俺お腹ペコペコだよ。先生、よし、出かけよう。さて、どこに行こうかな。数は足りてるし。報告していい？報告していい？あり。数。報告。
録して。また来てくれよ。行き先はと何を作ろうかな。しないように丁寧に煮込んで抽出した良質なエキスで味を整えて最後に素揚げすることで旨味をギュッと閉じ込めた主を豪快にトッピング。まさに主を1から10まで堪能できるカレー。我ながらすごいものを作り出しちゃったね。確かにちょっとだいぶびっくりしたかも。まあ見た目はちょっとあれだけど味はとっても美味しいよ。食物連鎖の頂点に位置する大自然の味、ぜひ味わってみてよね、エヴァ。うん、そのうちね。作ろうかな。どれを作ろうか。どれがいいかな。
いけそうかな。うまくいってるね。こんな感じで大丈夫？これで平気。隠し味は特性がいいかな。これでいいかな。こんな、はい、おしまい。どれを作ろっか。よし、出かけよう。日が、日が暮れてきましたね。よし、出かけよう。さあ、どこに向かうんだい。ルルアちゃんのために私も張り。ニコさんってあんまり海賊っぽくないですよね。中身はなんだ。そうか、日焼けといい、筋肉といい、どう見ても海賊だろ。開けごま、開けごま。美味しい。
大海原に戻りて。
降り注げ。確かにこれなら制御装置と一体化した時に記憶が消されちゃっても大丈夫なはず。うん、ルルアちゃんお疲れ様。多分これならいけると思うよ。私もそう思うわ。ふふん、さすがは私の弟子ね。本当？よかった。じゃあとりあえずこの方針でいくとして、一つだけ問題があるんだよね。材料のことなんだけど、また風国の羽が、つまりヴィントシュトーネの羽がいるみたいで。なるほどね。あいつとの再会は避けて通れないってわけだ。そういうことなら私も全力を尽くそう。前回ははぐれてしまったが、今回いざとなれば倒してでも風国の羽を手に入れてみせる。はい、ルルは、そのごめんなさい、私のためにいいんだって。大丈夫大丈夫、なんとかするから。じゃあもうあんまり時間もないことだし、早速シテルコーチに行ってみよう。よし、出かけよう。先生、あの私はね、二人とも昔冒険者として各地を旅していたんだ。黒金のベノン、黒い鎧をまとった英雄なんて呼ばれたこともあった。でもあの頃の私には特に目標と呼べるものがなくてね、来る日も来る日も依頼をこなす日々、戦って戦って戦い続けて、もちろんみんなから感謝されるのは嬉しかった。でもどこか虚しさも感じていたんだよ。自分の手元にあるのは剣と依頼をこなして得たお金だけ。これから先ずっとこうして生きていくのか、私は常に自問自答を続けていたんだ。そんなある日だよ、このアーキュリスで
小さな育児院を見つけたんだ。まあそれがこの育児院の前身なわけだけど、たくさんの子供たちが楽しそうに暮らしていた。その光景を見て、どうしてだろうね、私もあの輪の中に混じりたいってそう思ったんだ。それで鎧を脱いで、ありったけのお金を使ってこの育児院を建てたというわけさ。そうだったんですね。ちなみに鎧を隠していたのは、子供たちから怖がられるかなって思ったからなんだ。まあもうそれも意味がなくなってしまったけどね。え、なんだい、どうして笑うんだい。いやねえ、なんていうか先生らしいなって思って。先生らしい、真面目で実直で、とっても優しい素敵な生き方。ルルはエーファ。こういう時でもないと言えないから。私たちの気持ちを伝えておきますね。先生、私たちを育ててくれて、私たちをいつも見守ってくれて、ありがとうございます。二人とも私はなんていい子たちにあ、泣かないでよ先生。そうですよ、後から見たら私たちがいじめてるみたい。これは教育に悪いな、二人とも。ちょっと人聞きの悪いこと言わないでよ。もうそうだよ、私たちのことからかったらおやつ抜き。うわ、二人が怒った、逃げろルおやつ抜きはたまらん、大惨だ。こら待て最初は半分思いつきみたいなものだったけど、今はこんなにもたくさんの大切な家族ができた。私の選んだ道は間違いじゃなかったんだな。よかったよかった。さあこれからも頑張るとするか。いつまでも応援してるからね先生。行き先はさーて、どこに行こうかな。
よし、出かけよう。目的地はどこだ？ま、どこでも同じだがな。